最近のヨーロッパのガラス建築と環境リサイクルのこういう関連について何か感じられた点はおありでしたか？そうですね、最近、建築物は非常に、ガラスが多く使われていると、まあ、この私のいる環境等もですね、ガラス張りとよく他の先生に言われるんですけれど、これやはり世界的な流れとして当然のことかなというふうに思うんですね。もともとはですね、外の環境と中の環境を遮断するということが建築に求められていたんですが、遮断することによってやはり人間が快適性を得る代わりに何か他の抑圧を受けていた。でその抑圧を受けないようにコントロールするということはですね、透明にして関係を持つで必要な時に遮断すればいいということが、まあ、多分理想だと思うんですね。そのためにはですね、透明な材料、今建築で使われる唯一透明な材料はガラスですから、そのガラスを多用するということはですね、人の内建築の中の内部環境にとってまさしく求められていることのように思っているんですね。でも建築の中でガラスが多用されていくのもそういうその精神面を含めたトレンドになっていってで、今までそれができなかったのはいろんな技術的なものですとか、あるいはそのガラスがですね、シングルガラスですと断熱性が悪いですとか、いろんな問題があったわけですけど、まあ今は高性能のガラスができたということで、それであれば本来やりたかったことをやってみようということで、今トレンドとして非常にガラスを多用した開放感のある建築が増えているんだと思っております。それはその日本もヨーロッパも、大して変わりがなく同じ傾向なんじゃないかなというふうに思っております。グラスの快適性というか、あるいはその精神的な意味も含めての開放性というか、そういう点でそのガラス建築が増えてきているというお話でしたけども、それとリサイクル、あるいはもう少し環境の延長線で考えれば省エネとかという観点では、どんなその今後の方向性といいますか進歩があるんでしょうか？そうですね、省エネルギーという面ではやはりそのガラスを多用することで外部空間とのつながりができるということはですね、やはり遮断した空間での空調を考えるのではなくですね、自然の空気、自然の光、それから自然のエネルギーを利用した発電ですとか、こういったものとの組み合わせが重要になるんだと思うんですね。もう閉じずに開放するってことは、いろんなことをですね、外部と関わり持つわけですから、人間が関わり持つだけではなくてですね、建築自体もまあ関わりを持ち始める、まあ、なんか生き物のようになるというふうにおっしゃる方もいらっしゃいますけど、まあ、そのためにも、ガラスがでまず開放的になって、その中から外との関係を技術的にも、築き上げていく、今そんな段階かなというふうに思っています。